オーストリア連邦鉄道1099系電気。機関車は狂気鉄道であるマリアツェル線向きに設計された電気機関車である。定置オーストリア州営鉄道により購入された当時の形式称号は E 型であった。この機関車はマリアツェル線の特殊な河川電圧のために導線専用として現在も用いられ続けている。製造500年を経過して、 1099型は、現用中の世界で最古の狂気電気機関車となっている。定地オーストリア州営鉄道の電気機関車の電気部品の製作は、オーストリアのジーメンス・シュッケルト社のウィーンの工場に、機械部分は15両分が、リンツにあった、クラウス社の工場に、E14 号機は、グラーツ車両製作所に委託された。E 型と命名された、この電気機関車は、 1910年4月11日にザンクトペルテンロカールバーンにある車庫に最初の一両が搬入された。電気機関車による最初の定期列車の運行は1911年3月27日に始まった。1914年の E16 号機の搬入をもって購入計画は完了した。1923年にこの鉄道はオーストリア連邦鉄道に組み入れられ、 1938年には、オーストリアはドイツに併合され、オーストリア連邦鉄道もドイツ国営鉄道と合併し、これらの機関車は以後 E99 型と呼ばれるようになった。第二次世界大戦後にオーストリアが独立を取り戻し、これらの機関車も新生オーストリア連邦鉄道に復帰した。1953年からの新しい形式称号規定により、 これらの機関車には1099型との形式が与えられた。使用開始後50年前後を経過した1959年から1962年にかけて近代化が図られた。車体は完全に新造され、電空単位スイッチと新しい空気ブレーキが採用され、配線は引き直された。台枠、主電動機、電動装置と台車は変えられずに残った。 更新改造員後も、終電装置は1機のみの搭載であった。1099系の最初の廃車は、1981年、速度超過により、バッハベルクの高架橋から転落した1099.15号機で、ある。現在は5両が車庫で部品取りに保管されている。つまり10両の機関車が稼働中である。13両には、地元自治体から文章が授けられた。 1990年代半ばには3両に4090軽電車を牽引できるよう新しいブレーキシステムが追加設置された。その3両は観光列車用に茶色の塗装をまとっている。2010年12月12日の冬ダイヤ初日からマリアツェル線の施設、運営とすべての車両は定置オーストリア交通機関会社に引き継がれたが、 1099系の運行は続けられている。2013年以降の定期運用は、スイスのシュタトラーレール車製の3両編成の新型電車 ET1 型に置き換えられたが、観光列車の運行は1099系の牽引により継続される。2機の三軸ボギー台車を持っている。それぞれの台車には、電動機が固定されている。駆動は、ジャック軸と連結ロットによっている。 車体と台車は心皿で結ばれている。車体の前後には運転室が設けられており、その間の空間には変圧器と補助機器が搭載されている。主電動機は重極の単相交流直巻電動機で、連続定格出力は1台あたり1 6 0ットである。オーストリアの狂気車両全般に用いられている、ハーデン式真空ブレーキを備えている。ありがとうございます。